検視官裁判所死因に審問、検視審問、または、検視法廷とは、アメリカ合衆国やイギリスなどの古門老諸国における、司法制度で、人が死亡した場合に、検視官が、その死因等を調査、特定するために、自殺か他殺か自己死か等を判定する、原則として、公開で行われる、審問、法廷である。イングランドよびウェールズにおいては、検視官は、 次に挙げる事例に該当する場合、検視のために陪審を召喚しなければならない。刑務所または警察の留置場で人が死亡した場合、警察官の職務執行に際し人が死亡した場合、労働における健康と安全等に関する法律に当てはまる死亡の場合、人の死亡が公衆の健康もしくは安全に影響を及ぼす場合、他殺と判定された場合、 特定の加害者が指名される場合と不特定の加害者が指名される場合とがある。人の死亡について死因審問が必要であると思われる場合には何人もその死亡を検視官に報告する一般的義務がある。しかしこの義務は実際にはほとんど実効性を有しておらず担当の登録係が報告義務を負うこととなる。登録係は次の場合には 人の死亡を報告しなければならない。検視官は、次の場合には、死因審問を行わなければならない。死因が不明である場合、検視官は、死が、暴力行為によるものであるか否かを判断するために、検視解剖を命じることができる。死が、暴力行為によるものでないことが分かったときは、死因審問は不要である。2004年、イングランドウェールズにおいて、 51万4000人が死亡し、そのうち22万5500件が検視官に付託された。そのうち11万5800件が検視解剖に付され、2万8300件の死因審問が行われた。そのうち570件が陪審によるものであった。検視官は次に挙げる事例に該当する場合、死因審問のため陪審を召喚しなければならない。 検視官は、それ以外にも、自らの裁量で売信を召喚することができる。刑務所または、警察の留置場での死である場合、警察官の職務執行に際しての死である場合、労働における健康と安全等に関する法律に当てはまる死亡の場合、人の死亡が、公衆の健康もしくは安全に影響を及ぼす場合、死因審問の目的は、 次の四つの点を明らかにすることである。証拠は、これらの問題に答えることのみを目的としたもので、なければならず、それ以外の証拠は許容されない。死因審問の目的は、死者が、どのような事情の過死亡したかという広い周辺事情を、確かめることではなく、死者がどうやって死に至ったかという、より狭く限定された問題に答えることである。さらに、刑事上、 民事上の責任について判断することは、死因審問の目的ではない。例えば、在官者が独房で首を吊った場合、死因は首吊りであるといえば十分であり、刑務所職員の怠慢、不注意が当該在官者の心理状態に影響を与えたのではないかとか、それによって首吊りの機会を与えることになったのではないかといった、周辺事情を調査することが目的ではない。 もっとも、新因審問は、公益上要求される程度までは、事実を明らかにすべきである。欧州人権条約2条において、各国政府は、合理的に実行可能な範囲で、最大限、生命を保護するための法、予防措置、手続き及び法執行手段の枠組みを確立する、ことが求められている。欧州人権裁判所は、この規定を、公務員が関与している、 可能性のある死については、いかなるものも、独立した政府機関による調査が必要であると解釈している。1998年人権法の施行以来、このような事件に限っては、死因審問は、どのような方法で、そしてどのような状況で死亡したかというより広い問題を検討することとなっている。災害の場合は、数人の死についてまとめて一回の死因審問が、 行われることがある。しかし、1887年にアイルランドミッチェルタウンで数人の抗議者が警察に射殺された事件では、共通で行われた、検視陪審による認定が、死亡の時と場所がそれぞれ異なるという理由で破棄された。新新検死因審問は、検視官規則に則っ,って行われる。検視官は、近親者、証人尋問権を有する者。 真理の対象となる行為をした者に対し告知を行う。死因審問は安全保障上の真の問題がある場合を除き公開で行われる。死者の親族のように手続きへの利害関係を有する個人、証人として出頭する個人、及び死亡に関し何らかの責任を問われる可能性のある個人または組織は、検視官の裁量により、 弁護士を付すことができる。承認は、自己不在拒否特権がある場合のほかは、証言を強制されることがある。強制力はないものの、以下の分類に従って、評決を出すことが強く推奨されている。2004年に行われた、死因審問のうち37、37%が、不慮の事故、21%が、自然死、13%が、自殺、10%が、 心不明19、19%が、その他という結果であった。現在の制度に対する不満、特に連続殺人犯のハロルドシップマンの検挙に、失敗したと受け止められたことから、死因審問の改革が提案されている。そのための改正草案が、2006年6月12日に発表された。その骨子は次の通りである。法令文献、ありがとうございます。